アルマビアはアルメニア共和国の首都エレバンを本拠としていたアルメニアの航空会社。エレバンからヨーロッパ及び中近東各地への定期便を運航していたが2013年に運航を停止、倒産した。1996年に創立後2001年にロシア、トルコとアルメニア間の運航を開始2002年から2005年まで ロシアの S7 航空の実質的な子会社として業務提携をしていた。2004年の国営アルメニア航空の倒産、それに次ぐアルメニア国際航空の運航停止以来、同航空会社の路線の多くを引き継いでいる。2006年には国会での墜落事故とブリュッセル国際空港の整備ハンガーでの火災により2機のエアバス A320 型機を失ったが、共に イース機材であったため、機材を更新している。2013年3月29日から自社運行を停止。2013年4月1日に破産宣告を受け倒産した。アルマビアスホーイスーパージェット100アルマビアの保有機材は2011年6月現在以下の通り。アルメニアン、アーマビアゴーズバンクラップッとフューチャーオブナショナルエアトラフィックアンダークエスチョンハット。 アーマビアウェブサイトフリート、ありがとうございます。